指が鳴らずにした。여러분안녕하세요한국어강사이경아입니다오늘은숫자읽는법에대해서이야기할거예요우선한국어의숫자읽는방법은두가지로나누어져요예를들어이숫자는1이라고도읽을수있지만하나라고도읽을수있거든요이때1을한수사그리고하나를고유수사라고합니다그러면어떨때1이라고표현하고어떨때하나라고표현할까요한국어의숫자읽는방법에대해서해설을한후에여러분들이잘이해를했는지알아볼수있는문제도마련했으니까이미한국어숫자읽는방법을아시는분들도자신의실력을확인해보도록하세요그럼오늘도저를따라오세요뭐하세요관람차잡고있어요관람차를잡고있다고요응나봐봐봐まずは韓国語の2つの数の数え方をご紹介いたします韓国語の数の数え方には漢数詞と固有数詞の2つの数え方があります漢数詞とは漢字に基づいて作られた言葉です。例えば、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。その一方、固有数詞とは韓国から生まれたオリジナルの言葉のことです。例えば、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。では、漢数詞と固有数詞はどのように使い分けるべきでしょうか残念ながら漢数詞と固有数詞の使い分けはルールによってきっぱり決まっているわけではありません。そのため単位それぞれが漢数詞と固有数詞どちらを使うかを覚える必要があります。韓国人は韓国語に触れる機会が多いのでこの時は漢数詞この時は固有数詞と考え間もなく口から自然に出てきますでもほとんどの皆さんは韓国語に触れられる時間が限られていますよねそんな皆さんはまずは今日ご紹介するよく使う単位を押さえる必要がありますその後は他の勉強を進めていくうちに出てきたものを覚えることで OK です参考書を読み進めていった時に出てきたものや韓国ドラマを見ていて出てきたものを覚えていくとこの時は漢数詞かもこの時は固有数詞かなと予想がつくようになると思います여러분여러분계시는데날씨어때요오늘은좀바람이든다싶어서나왔는데생각보다많이더워요여러분계시는곳도많이덥죠더위먹지않도록조심하면서생활하세요그리고코로나도조심하시고요저는이제코로나되고나서잘안나가게되니까사실조금살이찌더라고요 요즘은또촬영도이렇게뜸하게나가고하니까조금살이찌게됐어요그래서저는집에서요즘아침에일어나자마자또운동을하고있거든요15분정도유튜브보면서운동을하고있거든요조금했더니또그게이제약간이제습관이되니까살이 2kg 정도빠졌어요앞으로도한 3kg 정도더빠졌으면하는바람인데일단은꾸준히하는게중요한거잖아요여러분들도한국뿐만아니라몸관리도하시면서건강하게생활하시기바랍니다ではよく使う単位をこちらの順にご紹介します
では一つ目、人や動物、物を数える時です。個数を表す計、人の人数を表す名、動物を数える時のマリ、車や家電などを数える時のテ、紙や T シャツなどを数えるチャン、本を数えるクォン、鉛筆やボールペンなどを数えるザル、お花を数えるソギ、木を数えるクルなどは固有数詞と一緒に使われます。固有数詞に単位がつく場合は、ハナ、ドゥ、セン、ネそのままではなく、ハン、ドゥ、セ、ネの形に変化しますので注意してください。では人を数える単位、名を表す韓国語名で数を数えましょう。한명、두명、세명、네명、다섯명、여섯명、일곱명、여덟명、아홉명、열명、열한명、열두명、열세명、열네명、열다섯명、열여섯명、열일곱명、열여덟명、열아홉명、19までは主に固有数詞で表しますが、数が20を超えると固有数詞と漢数詞どちらでも使えるようになります。まず固有数詞で数えると、20명、21명、22명、23명、24명、25명。続いて漢数詞で数えると、20명、21명、22명、23명、24名、25名。100以上になると注意が必要です。100、1000、万、億など100以上の数字の桁の名称はすべて漢数詞で表します。100名、1000名、万名、億名。数字の桁の名称は漢数詞、それ以外は固有数詞で表します。101名、102名、103명、104명、120명、121명。まとめると、人や動物、物を数えるときに使う単位には1から19までは固有数詞を使う、20から99までは固有数詞と漢数詞どちらも使える、100以上からは数字の桁の名称は漢数詞、それ以外は固有数詞を使う。しかし例外もあります。軍隊のような厳格な集団やニュースなど公式的な場では1名からでも漢数詞を使うこともあります。1名、2名、3名、4名、5名、6名。해바라기한송이, 해바라기두송이, 해바라기세송이, 네송이, 다섯송이, 여섯송이, 일곱송이, 여덟송이, 아홉송이, 열송이. 이렇게 여러분들도 이렇게 다니면서 꽃을 보면 한송이, 두송이, 세송이, 나무 한 그루, 두 그루, 세 그루, 구름 한 점도 없는 날씨, 이렇게 세 보는 것도 도움이 굉장히 되실 거예요。漢数詞は金額を表す원、엔、暦を表す년、월、일、住所の番号を表す번、층、호、気温などを表す도、料理の量を表す인분、回数を表す회などに使われます。例えば韓国の通貨の単位を表す원で数を数えると、1원、2원、3원、4원、5원、6원、7원、8원、9원、10원。ちなみに韓国では1원は存在しますが、めちゃくちゃレアです。なので実物を見ることはなかなかないと思います。
三つ目のよく使うパターンは、何時何分を表す時間の表現です。時間の表現はシンプルです。時は固有数詞、分と秒は漢数詞で表します。例えば、午前9時35分10秒は、午前9時35分10秒。午後4時55分42秒は、午後4時55分42秒と言います。これはあくまでも私の見解ですが、大昔は太陽の動きを見て時間を表したので、細かく分と秒までは使うことがなかったと思います。つまり、大昔から使っていた時は固有数詞で、後から漢字が入ってから使うようになった分と秒は漢数詞で使うことになったと理解すれば覚えやすいかもしれません。しかし、午前午後を言わずに24時間制で時間を表す時もありますよね。例えば13時、24時っていうのは全部漢数詞を使います。まとめると、基本的に分と秒は漢数詞を使う。そして時は12時までは固有数詞を使う。午前午後をつけない24時間制で表す場合、13時以降は漢数詞を使う。時間は普段からよく触れられるので、時間を見るたびに韓国語でしてみるとすぐに定着すると思います。韓国で年齢を数えるときに使う単位は、살と세があります。살の方が普段の会話ではよく使いますが、公式的な場や文章などでは、세を使う傾向があります。살は固有数詞と一緒に使います。한살、두살、세살、네살、다섯살。세は漢字の歳から来ている漢字語なので、漢数詞と一緒に使います。1世、2世、3世、4世、5世。では、実際にスタッフに年齢を聞いてみましょう。나이가어떻게되세요?저는26살이에요。선생님은요?저는요?비밀이에요。年月日を言うときは、基本的に漢数詞を使います。年を表す年、月を表す월、日を表す일を使います。ここで一つ注意が必要なのは、6月と10月です。漢数詞の육、십のパッチムがなくなって、유、시をつけて、6월、10월になります。코리안테나가이채널을만든날은2020년2월26일이에요스타프언제태어났어요저는1996년6월27일에태어났어요선생님은요저는요당연히비밀이사이고니조금주의스펙이2つの単位をご紹介いたします。それはページを意味するページと順番と回数を意味する번。まずはページを意味するページから解説いたします。皆さんがページという単位を使うときは、2つの場合が考えられます。1つ目が特定のページを指すとき、10ページを開いてください、30ページを見てください。2つ目が量を表すとき、今日は単語帳10ページも覚えた。今日は参考書5ページ進んだ。日本語だと簡単に使えるのですが、韓国語だとちょっと注意が必要です。韓国語で特定のページを指すときは、漢数詞を使います。10ページを켜주세요。30ページを봐주세요。2つ目の量を表すときは、固有数詞を使います。오늘은단어장10페이지나외웠다。오늘은참고서5페이지나갔다。ちょっとややこしいと思いますが、これを知らないと会話で誤解を生む可能性もありますので、頭に入れておきましょう。2つ目の注意すべき単位は、順番、回数を表す번です。この本については、回数を表しているのか、
順番を表しているのかによって使い分けが必要です。順番を表すときは漢数詞を使います。10番、100番。回数を表すときは固有数詞を使います。1번、10번。これも知らないと会話が成り立たない可能性もありますので、頭の片隅に入れておきましょう。ここまで韓国語の数字の数え方について説明しました。これからは皆さんがどこまで理解しているかを確認する時間にしたいと思います。11問問題を出しますので、自分は何問くらい解けるかちょっと確認してみましょう。まず1問はこちら。正解は8권。권は本の数を数える単位になりますので、固有数詞の8になります。2番はこちら。正解は9時26分13秒。じゃあ9時、시は固有数詞を使うので9時26分13秒。分と秒は漢数詞を使うので26分13秒。3番はこちら。正解は23時50分10秒。23時は12時以降になるので、固有数詞ではなく漢数詞を使います。23時分と秒はそのまま漢数詞を使います。50分10秒。続いて4番です。こちらは20송이もしくは20송이。これはもちろん物を数える単位なのでスムーソニーですけど、20を超える数字の場合は漢数詞を使って20ソニーでも OK です。次はこちら5番。正解は9살。星を数える単位살っていうのは前に固有語が来ます。なので星を数える살の前は固有数詞が来るので、アホクサルになります。次はこちら。正解はペゲン。100以上の桁の場合は漢数詞を使うのでペッになります。ペゲン、ペゲン。次は7番、こちら。正解はオシプル。プルは木を数える単位ですね。これは物を数える単位なので固有数詞を使ってシンブルでもいいんですけど、20以上の単位なので漢数詞のオシプルでも OK です。次はこちら。正解は10ページを펴세요。特定のページを言うときは漢数詞を使って10ページになります。次は9番です。こちらです。正解は35세。せの場合は漢数詞を使うので35세。次は10番です。正解は2022年10월5일。年の前は漢数詞を使うので2022年、次は10월。월の前は漢数詞の10ですけど、この場合はパチムがなくなって10월。次1の前は漢数詞なので5일。2022年10월5일。次は最後の問題です。11番。正解は한번더읽어보세요。この場合は返すの意味になりますので、固有数詞の한번になります。한번더읽어주세요。여러분수고하셨습니다。몇문제맞췄어요?
오늘은 한국어로 숫자 세는 법에 대해서 이야기를 해봤어요. 여러분 이해 잘 되셨나요? 한꺼번에 외우는 건 사실 좀 어려우니까 조금 헷갈린다 싶을 때 한 번씩 이 영상으로 다시 돌아와서 확인해 보시는 것도 좋을 것 같아요. 그럼 오늘 이야기를 정리해 볼게요. 첫 번째, 한국어의 숫자를 세는 방법은 고유수사와 한수사가 있다. 두 번째, 고유수사와 한수사는 규칙이 따로 없다. 세 번째, 우선은 기본적인 패턴을 외우자. 오늘 해설한 기본적인 숫자를 세는 패턴을 꼭 외우시기 바랍니다. 온라인 교실 코리안테나는 앞으로도 한국어 학습자 여러분들에게 도움이 되는 영상을 만들어 나갈 테니까 채널 등록과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다. 온라인 한국어 교실 코리안테나는 항상 여러분을 응원하고 있습니다. 그럼 여러분, 저는 다음 영상에서 또 만나요. 감사합니다. 안녕! 안녕히 계세요.